こんにちは、エンジです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで今日のテーマはライブを大切な人との別れのためにということでお送りしたいと思います。はい、今日の結論はですね、この来号展というね、展示に行ってきたんですけどね、これに皆さんぜひ、興味のある方はぜひ行った方がいいですということです。それも5月22日まで、令和4年5月22日までなので、この動画を見次第ですね、行ける方は行っていただきたいと、これをお伝えする動画でございます。はい、ということでね、行ってきましたね。これはもうツイッター上とかでもね、もう行かれてる方多いんでね、自分も行きたいなと思ってたんですけども、やっと行ってまいりましたよ。でね、最初間違えてね、中之島とだけね、ちらっと見てたんで、中之島美術館だと思い込んで、中之島美術館にこう行ったんですけど、裏探してもなかったんですね。これ中之島公設美術館というところなんですね。はい、お間違いのないようにお願いいたします。この展示ね、すごいね、高層ビルの中のね、美術館でね、あったんですが、この見どころというとこね、ちょっとこうホームページから読んでみたいと思いますね。見どころ。死後人はどこへ行くのだろうか。人間誰しもが抱く根源的な問いです。そこに出された仏教的な答えの一つが、阿弥陀如来のいる極楽浄土に往生するというものでした。遥か最高のきらびやかな極楽世界に生まれる自分、あるいは大切な人を思い描くことは、死という恐怖に向かい合う人々に晴れやかな希望を与えたことでしょう。こうした心情に基づく浄土信仰の高まりの中で、阿弥陀如来が多くの少女を率いてお迎えに来るのを描いた来号図も、死後に向かう極楽の有様を描く浄土図も、数多くの作品が生み出されてきました。あながいがたい別れの痛みは今も昔も変わりません。その心情に寄り添いつつ、浄土信仰の美術を眺めてみましょうということなんですね。はい、この来号なんですけどね、よくね、今でもお迎えが来るとかね、おじいちゃんおばあちゃん言ったりしてますけども、そのお迎えが来るんですね。仏様がですね、言ったら阿弥陀如来ですね、阿弥陀様が自分の命終わる時に、まあ、迎えに来てくれるという、そういう信仰なんですね。これはね、どっから来てるかというと、お経ですね。無量寿経というね、お経の中に48があるってよく言われるでしょ。48の願いがあって、そのうちの19番目のね、願いに説かれてあるんですね。たとえ我仏を得たらんに、十方の衆生菩提心を起こし、もろもろの功徳を主して、死神発願して我が国に昇然と発戦、命を終わる時に臨んで、たとい大衆と異名して、その人の前に現世ずば昇格を取らし、ということなんですね。あとね、また観無量寿経というね、お経にもね、説かれてあるんですね。観無量寿経はね、九品往生って言ってね、九品っていうのは上品、中品、下品、上中下の中、その上中下を3つに割ったら9個になりますね。上品上昇から下品下昇まであるんですけど、その9個のまあ人間のまあ性質っていうんですかね、それに合わせた往生の仕方というかね、お迎えの数が違ったりね、いろいろ説かれてあるんですけども、そのようなところからまあ来てるんですね。そしてね、日本のね、源信僧侶というね、方が往生要集というね、書物をお書きになっておりますが、まあ、この往生要集の素晴らしい書物でですね、地獄極楽とかね、さまざまな世界が描かれていて、現代風に言うならば、ターミナルケアのね、もう原点というべき、もう死に方マニュアル、あるいは生き方マニュアルというふうなね、そんな見方もできるんじゃないかと思うんで、興味のある方はまた、これね、これもまた動画を変えてね、深掘りしていったらいいと思うんですが、大雑把に言うとね、そんな感じになっております。ね、その中にはこう、命終わるときに、阿弥陀様ね、自分の、まあ自分が今死んでいくとしたら、西側に向いて右を左にして、こう横に寝てですね、で、こう西側に、自分の向かい側に阿弥陀様の像を置いてですね、そこに五色のね、糸をこう阿弥陀様と自分と結んで、まあそんなようなね、臨終行儀っていうね、臨終に臨んでのまあ、儀式がね、説かれてあるんですね。それをまた25三昧へっていうのもあってですね、25人のこう、そのチームを組んでですね、みんなで見取っていくというね、そういうまあ文化もあったわけなんですね。まあということでね、本当にこの、まあ日本文化と言ってもね、いいぐらいのその世界というかね、世界観なんですけども、これもね、ぜひね、見に行っていただいて、もう間近で本当に見るとね、もう迫力も全然違いますし、まあもう当時のね、絵をまあ目の前で見るということだけでもなんか感動するんですけども、本当にね、その描かれている仏様ね、弥陀三尊とかですね、あとまあ25人のね、少女とか、いろいろな菩薩が描かれていたりね、みんな楽器を持っていたりね、したり、もうとにかくね、素晴らしいんですよね。そういうのをまあ見ることによってイメージね、ビジュアライズされたイメージすることができるんでね、これとってもこう、まあ昔の人はね、それを見てすごいことをね、感じたんだろうなと思うんですけども、あるいはね、また二河白道図とかね、有名なものも見れますし、なんといってもね、乖離来号図っていうのがあるんですけども、これちょうど修復が終わって、初お目見えというかね、ことで、話題を呼んでましたが、この迎えに来て、ね、連れて行ってもらって、その帰っていく後ろ姿をね、描いているというものがあるんですね。これが素晴らしかったです。これはまたね、
何とも言えないですね。私も初めてね、もう見ましたけども、これ見るだけでも価値があるなというふうにね思いました。ということでね、皆さんお間違いのないようにね、公設美術館という方ですからね、私みたいにうっかりね中之島美術館に行かないようにねしていただいたらいいかと思いますが、はい、まあここまでね、来後と言ってまいりましたがね、来後いいですね。かぐや姫ってね、ジブリでもね映画化されましたけどもね、かぐや姫の物語、あそこにも来後描かれているんですね。美しいね絵で表現されておりますけども、仏様がね迎えに来る、あれもね、かぐや姫のね解釈もいろいろあると思うんですが、あれも月の世界でとこの地上地球ですね、これ対比させられてるんですね。月の世界は不老不死というかね、この世界は生老病死があり苦しみの汚れた世界で、あちら月の世界は清浄な世界であると、清浄な世界からこのお迎えに来てるというね、そういうことを表しているんですけども、これもね浄土教の影響を見て取れるかなと思うことなんですが、このかぐや姫についてのね、そういう動揺とかのね、またね動画も撮っていきたいですね。今日なんでこんなに焦ってるかというとね、私本当に最近時間がなくて、今必死でビデオでメモ代わりというかね、もう喋るだけ喋って撮っとこうって感じでね撮っておるんですが、ちょっとなんか言いたいことだけ言ってる感じになっておりますが、でそのかぐや姫で主題歌をね担当されていた二階堂和美さんっていうね、もう歌のめちゃくちゃうまいですね、才能あ豊かな、もう天才的なね歌を歌われる方いるんですが、その方も浄土真宗のねお坊さんなんですね。実はね、そういう観点からもね歌を聴いてみたらまた違ってね聞こえたりするのかなと思ったりしますが、そんなことでこの来号ですね、仏様が迎えに来てくださるというようなことなんですが、ここまで言ってね百代返しになるかもしれませんが、これ浄土真宗の親鸞上人はですね、来号を否定してるというか、来号を待たずっていうねことをおっしゃってるんです。なぜなら親鸞上人はですね、救われるのは今ここなんですね。真実信心の行者というのは今ここで救われるんですね。だから死んでからとか臨終に臨んでとか、そういうことを待たなくていいと、臨終待つことなし、来号を頼むことなしってね、そのようにおっしゃっているんですね。そりゃそうですよね、死ぬ直前までどうなるかわからないっていうのは、実はこれ不安ということですよね。確定してないんですからね、常に不安の中にいるということに、あるいはもうその慰めとしてのね宗教的機能なんですが、親鸞上人の場合は明らかにもですね、臨終をもう待たないと、つまり臨終のねさっき行儀とかね、言ってましたこう五色の紐をつないだりね、そんなことできるのもねやっぱ恵まれた人じゃないですか。あるいは逆に言うと、どんな死に方をしてもですね、そんなこと問わないと、大事なのはこの自分の今ここでね仏様に救われているというねことなのであるということなんですよ。突き詰めるとそうなると思うんですが、これがねなかなか逆に言うと厳しいことですね、本当に厳しいですね。だから臨終とかね来後ね、を期待しない、期待するという心はですね、自力の心なんですよね。だから阿弥陀さんにこう救われたっていう阿弥陀さんのその確信を得てないからですね、不安だから自分がこう期待するわけですね。そのようなことで、そういう心を切っていって突き詰めていくとね、浄土真宗親鸞上人的なところになるのかと思いますが、ちょっとちゃぶ台返しになりますがですね、逆にこういう歴史を見ながら親鸞上人がどんなところをですね超えていかれたのかっていうねところもまた興味深いところであるかと思いますので、今日はこの短い動画でねずらっとそんな長い歴史と思想を紹介できませんが、とりあえずね行ってみてください。5月22日終わっちゃうんですね。でこの動画いつ公開できるか分かりませんが、見てもう1週間ぐらいしかないとかねかもしれませんけども、ぜひね最後の日曜日までねやっておりますので、近畿圏内の方ですね、ちょっと頑張って見に行かれたらいいかと思います。この機会ですのでね、そしてね仏教とかねそんな興味ないよっていう方もですね、逆にそういう方こそ行っていただきたいなと思いますね。イメージでね絵で見てねこうなんか感じることができるんですね。だからそういう教義とか歴史とかそんなの知らねえよっていう方でもですね、実際そこに行くと何か感じるものがあったりね、普段こう考えないね、生きる死ぬ死んだ後どうなるんだろうみたいなね問いというのもひょっとしたらちょっと立ち上がってくるんじゃないかなというふうに思いますので、その意味でもおすすめでございますので、そういう人とお友達とね行ってもいいですし、ご家族と行かれてもいいですし、もちろんね一人で行かれてもいいと思いますので、今日はね来号のね美術展というかねご紹介でございました。はい、ということで今日はもう急いで撮りましたんで、早口でベラベラ喋ってちょっとよく伝わってないかもしれませんが、とにかく言いたいことは一つですね、これは行ける方は行った方がいいと、そのような展示でございました。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。円寿でした。はい、本当にこれは行った方がいいと思います。本物を見るってやっぱいいですよね。もちろんね写真とかでも見たこと何回もあるんですけど、
実際のね、あの本物のその作品というかね、見るとですね、もう書いた人とかのね、気持ちとかもなんか伝わってくるようなね、やっぱ気もしますので、やっぱ迫力がね違うので、ぜひね行ける方はねぜひ行っていただけたら面白いと思いますので、行ってみてください。そしてあのパンフレット買い忘れたんで、僕の分も買ってきてください。よろしくお願いします。ではまた。